おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？先週の金曜日は気温が20度以上あったのに、土曜日と日曜日は雨で気温が10度程度しかなかったんですね。かなりの温度差でしたよね。皆さんの地域はどうだったでしょうか？私はちょっと喉の調子が悪いですね。まあ温度差のせいだけではなくて、喋りすぎというのがあるんだと思いますけどね。温度差といえば昔オーストラリアに初めて行った時、2月だったんですけれども、日本は真冬、オーストラリアは夏だったので、かなり戸惑いました。あまり状況を前もってチェックしていなかった私が悪いんですけれども、シドニーに着いた時、真夏だったわけですが、真冬の格好で行ったもんですから、しかも夏用の服装に着替えると言ってもね、私、そういうの持ってっていなかったので、冬着のまま飛行機を乗り継いでアデレードに行ったんですね。かなり疲れたということを覚えています。温度差ね。かと思うと、これも随分前のことですけれども、これも2月ですね。2月インドに出かけて、全部で2週間ぐらいインドとバングラデシュにいたんですけども、カンカン照りの1週間をインドで過ごして、40度ぐらいあったんでしょうかね。日本に帰国して翌日から、当時私が働いていたお茶の水クリスチャンセンターの伝道部が主催したスノーキャンプというのがあって、スキーキャンプに合流しなければならないっていうことがあったんですよね。これも結構過酷な温度差でしたね。インドでは40度近い気温だったんですけど、スキーキャンプが開催される予定の滋賀高原ではマイナス15度ぐらいだったと思いますね。当時は若かったのでね、なんなく乗り切れたんだと思いますが、今、そんな無理はとても考えるだけでもなんか結構ですって言いたくなるような感じがしますね。でもね、こう、本当に大変な温度差というのは、その季節の気温の変化とか、20度だった日があり、次の日が10度しかなかったとか、そういう気温のことよりもむしろ、人々の関心事と私の関心事との間に、こう、ギャップによってね、感じる温度差って、これは、もう気温の温度差どころじゃなく、とっても難しい感じがしますよね。まあ、その、熱量は違うというかね、自分はすごく大事だと思っているのに、周りの誰もそれのことについて大事だと共感してくれないとか、そういうことですよね。まあ、原因というのはコミュニケーション不足だったり、情報不足だったり、まあ、とにかく、いい悪いという問題ではなくて、なかなかこう同じ方向が向けてないというところにあるんだと思いますけれども、まあ、いずれにしても大切な関心事というのは共有できると嬉しいですよね。やっぱりその温度差がだんだんこうね、平均化されてくると話がしやすくなりますもんね。そのためにも、多分、その他者と私との、こう、意識に差がある場合には、それを責めるのではなくて、できるだけ双方の熱量を分かち合うというか、混ぜ合うというか、それができるといいんでしょうね。もう私の言い分は絶対変えないからね、というんではなくて、変える変えないという問題ではなくて、その問題となっている部分、気になっている部分を正直に分かち合うことができると、いいと思うんですよね。相手に合わせるということも難しいし、相手に合わせてもらうということも簡単ではないですから、急かせないで意見交換ができる環境を整えるというのがね、こう他者との興味とかそういうことの温度差をこうなくすためにはとても重要なんだと思いますね。お互いに持っている共通項、共通理解を探すという作業がとても大切なことだと思いますね。それができればね、関係の断絶というのは起こりませんものね。そういう意味では他者との間のこう意識の温度差というのを経験しておられる方おられると思うんですけれど、これ本当に気をつけなきゃいけないですね。ぜひぜひそういうふうなことについてね、どういうふうに乗り越えてきたかね、分かち合えるといいかなと思いますけどね。しかしここ数日の温度差、健康にくれぐれもご留意くださいね。元気でいてください。それではまた。